どうもこんにちは。ゲームボーイエミュレーターを作るの続きを今日見ていこうと思います。 PPU の実装の続きですね。前回混ぜてバックグラウンドとウィンドウに関しては1ラインずつ描画するっていうね、本来のゲームボーイに近い書き方で書くことができるようになりました。なのであとはスプライトをね実装すればとりあえず全部終わると、まあスプライトの実装足りてないところあるんでちょっとその実装もいりますけど、まあ描画の基礎自体はそれで終わるので、今日がさ、まあ、全体描画としては結構大きなところの最後になります。はい。ということでやっていこうと思うんですけども、まず、コメントをね、いただいているので紹介したいと思います。はい。で、前々回のコメントをちょっと取り逃していて、まあ、その話からしていこうかなと思うんですけど、はい。これは Windows 描画の話で、X と Y の起点を描画しないといけないですね、ということをいただいてました。でこれは自己解決したんですけども、いただいてたんでちょっと紹介だけさせていただきます。ありがとうございます。でもう一件、例の PPU テストロームも動かしてみようということで、私忘れてたんですけども PPU のテストロームあったなっていうのを思い出させていただきました。で PPU のテストロームっていうのはこれですね、こう顔を出すやつね。かなり前に顔を出そうということでね、頑張ってやってたんですけども、このロームあったなということで、このローム今動かしたらねある程度ちゃんと出るんじゃないかということでね、やってみようかと思います。でもう一件コメントあるんで先にこのコメントを紹介だけで、スプライトのプライオリティは背景ウィンドウのカラーインデックス0から3を見ますということで、スプライトとプライオ背景ウィンドウの前後関係ですね。マリオが6つの金貨で土管に入るときにマリオが、土管の前に来ちゃうんですけども、本来は後ろに行かなきゃいけないんですけど、それをどうやって実装してるかって話ですね。でプライオリティが0の場合と1の場合があって、0の場合は何も関係なしでウィンドウの上、背景とかウィンドウの上にスプライトを書けばいいということなんで、これ 今の動作です。今全部これになってる。でプライオリティが1の時はちょっと別の動作をしなきゃいけなくて、インデックスが0の場合は背景ウィンドウの上に書く、インデックスが1から3の場合は背景ウィンドウの下に書くということをやってあげないといけないみたいです。なんでこれを実装してあげなきゃいけないということなんですけども、インデックスが 1,3 の場合にウィンドウの下というのがちょっとよく分かってなくてですね背景の上にウィンドウがかぶさっている場合はウィンドウのインデックスを見ますということなんで、ここでいうインデックスっていうのは背景とかウィンドウのインデックス値を見なきゃいけないらしいんですね。で、インデックスが0だったら上、1から3だったら下に書くということで、背景とかバックグラ、背景 BG かウィンドウの、そこのドットのインデックスが0以外だったら、スプライトが隠れるというような動きになるということだと思われます。ありがとうございます。ここまで詳しく説明いただいたんですけども、私も記述は見つけていて、おそらくそういうことだろうということがここに書いてあります。でプライオリティのことが書いてありますね。これ、OAM オブジェクトアトリビュートメモリー、これがスプライトなんですけどのページです。パンドックスので、ここに1だった場合は BG and window colors 1から3 are drawing over this object と書いてあるので、まあ、同じようなことを言ってるんだと思われます。ということで、まあ、最終この実装を入れていかなきゃいけないんですけども、まあ、とりあえず1ラインずつ書くというのをやってみようということで、今日はそれをやろうと思います。はい、その前に、忘れないうちにね、この DMG Acid 2をねちょっと試しに動かしてみたいと思います。はい、実は動かしていて結構悲しい状態になるんですけども、パスのコピー、相対パスコピーでいいか。なんかここまでやったからバチコン出ると思ってたんですけど、もう余裕でちょっとおかしいくらいだろうとか思ってたんですけど、悲しいかな。こんなになりました。
なんで？もしかしたら1ライン描画に変えたらスプライトはねある程度治るのかもしれないですけど、ああとプライオリティとかあるのかな。まあなんかこんな感じですね。待て、これがちゃんと出てるはずのもので、上に頭に毛が生えてるんですね。これね、毛が生えてるやつはなんでかっていうのがここに確か書いてあって、これだね、ヘアビジブルはバックグラウンドイネーブルを見てないからっぽいとかね。ああそうかそれやんなきゃなとか、あとなんかあるかな。ベロは出てないよね。あ、ベロも出てるわ。ベロも出てます。ベロが出てるのはオブジェクトイネーブル見てないとかとかあるので、結構見てないところがあるっぽいね。ライトチンミッシングもこれ当てはまるかな。当てはまりますな。ウィンドウタイルマップビットロックを見てない。あ、これじゃない。 I disabled instead of light chin、 これっぽいでしょ。これでしょう完全に。これはウィンドウインターナルラインカウンターがおかしいまあ結構ボロボロです。はい、まあまあはい悲しい状態にはなっているということだけお伝えしておこうと思いますこんなはずじゃなかったんだけどな。はい、で前回ね、そうだ、この話をしなきゃいけない。前回今言っちゃったけど、スプライトのプライオリティが0のものと1のものを別で描画すればいいんじゃないかみたいな話をしたんですけど、そう簡単な話ではなくて、今ね何しなきゃいけないか、簡単に言うとドロー BG ラインとかで描きます。描くときにまずこの辺かタイル取ってきますと。でタイルの中で、値が入ってるんですね。このタイルにはタイルピクセルバリューっていう値が入ってて、0から3までの値が入ってます。これがインデックス値ですね。そのインデックス値をピクセルの値だから000とか黒だとか白だっていうのは別で持ってるんですね。なのでこの値で、背景にその後、スプライトが後ろに行くのか前に行くのかが決まる。この値が0だったら前に書いちゃっていいし、1から3だったらスプライトは後ろに書かなきゃ、後ろに書くっていうか、まあ、書かなきゃいいというようなことをしなきゃいけないので、ここの値を持っとかなきゃいけないんですね。ここのピクセルには、このインデックス値がありましたよっていうのを持っていかなきゃいけないんですけど、今その値はここで捨てていて、実際にカラーをフレームに書き出しちゃってるので、ここのバリューを同じピクセルですね、横幅160、高さ144のピクセルというか、まあ二次元配列に持っておいて、ここのピクセルは何色でしたかっていうのを、何色っていうか何インデックス何でしたかっていうのを問い合わせなきゃいけなくなります、おそらく。なのでそれは作ってあげなきゃいけなくて、それを作るっていう処理を作るというか、まあ更新するっていう処理かな、をドロー BG ラインとドローウィンドウラインでやった上で、ドロースプライトラインっていうのを今回作りますけど、ドロースプライトラインを作って、その中でそのインデックス値を見て、あ、ここインデックス0だから書いていい、インデックス0じゃないから書かないようにしなきゃなとかっていうのをやっていかなきゃいけないということです。ざっくりね、ドロースプライツラインというのを作ります。ドロースプライツがあるので、ドロースプライツを丸パクして作っていこうと思います。で、ドローウィンドウはここで、あれ、ドローウィンドウどっかで使ってる？使ってないよね。ドローウィンドウはどこでも使ってないはずなんで、もうこれ消しちゃおうと思います。で、ドロースプライツは一旦丸コピーして、ドロースプライトは消して、ドロースプライトラインというのをここに作ります。で、ラインの
U8 をもらってくる形ですね。でドロースプライトラインはこのままだと何も変わってないのでめちゃくちゃ呼び出されるだけになっちゃうんで一旦、コメントアウトしますね。でこれで実行するとスプライトが書かれない状態になるはずです。そこ確認しましょう。間違えた。メインでポケモンにしましょうね。ほい。頼むぜ。出ましたね。OKOK。で、この後、星が流れるんですけど、それがスプライトなんで出てませんね。で、この後がプレゼントだけ。はい。で、こっちの、遅っ。こっちのポケモン出てません。でこの後、サトシが出てません。これが、全部スプライトで書かれてたものになりますね。なのであれがまた再現されれば OK というところなんですけどもやっていこう。はい。でドロースプライトラインは、ウィンドウとか、BG に比べてそんなに量がないんですけど結構めんどくさい感じでですね、一旦ね、まあ、超簡単なやり方でやっちゃおうと思います。まあ BG でやったんですけど、まあこれ全体見るとスプライトっていうのに全部のスプライト情報がもうすでに入っているので40個その情報を、フォー文で回して最初にスプライトの中身のデータを展開してます。で特にアトリビュートは中にいろいろデータが入ってるんでプライオリティとフリップね、Y のフリップはこういうやつがこう出る必要があるとかね、 X のフリップはこうですね、反転でパレットがあるんでパレットも取ってきてるってことをやってるんですけども、まあこのあとタイルの XY、1個のスプライトは 8×8 なんで 8×8 分回してますぐるぐると。でタイルはここで取れたタイルなんでこのタイルの TXTY の値、TYTX の値を取るとそこのピクセルの値が分かるんでそこのピクセルの値が0だったらスプライトは0だったら10日なんで書かないっていうことをやります。で書かない書くべき値だったら同じようにタイルピクセルバリューでインデックス値から実際に書くべきピクセルの値を取ってきてでその後に、書くということをしてます。で書くときに、なんかこの辺でフリップの処理とか入れてるんですけどもそれだけです。はい。で、ここでですねラインが、Y かな Y と同じだったら書きましょうやと、つまりは、逆だったらコンティニューしますということを入れてあげればよろしいですね。で、LINE が U8 で Y が I32 なんで、I32 にしておけばいいかな。はい。ということで、超簡単にやると、こんな感じになります。で、これで実行をかけてあげるとどうかな。出るはずだと思うんですけど、出てますね。これ、スプライト出てたっけ？この後か。出ました。いいんじゃないか。とりあえずは。はい、あっち大丈夫かな。うん、大丈夫だと思われるという状態ですね。はい。でここから効率化をしていくんですけど、効率化がめちゃくちゃなんかよくわかんないどうしたらいいんだろうっていうのがあって、結構直さなきゃいけないんですよね。でこの TY は縦方向に8個並べてるんですけど、1列しか書く必要ないんで、この4分いらなくなるはずなんですよ。いらなくなるんですけど、そしたら TY どこで取っていくんだっつう問題が発生しましてですね。まず TY は、実際そのラインに対しての TY なんで、なんとかして求められるはずなんですね。で、TY はここで求められるはずで、ty はどうなるか。 ty は sy これね、オフセットもあるからね、なんかよくわかんなくなるんだよな。まずこの sx sy っていうのはスプライトの xy なんですけど、スプライトの xy っていうのはここに書いてあるかな、
x と y っていうのは実際に書かれる値は x はプラス8、y はまあモードによるんだけどもプラス16、あ、こっちは関係ないや、プラス16しなきゃいけないはずなんですね。ここに書いてあるけど、ここがスプライトの、x と y の位置を00ってやったらここに書かれる。つまりあのこの黄色いのが実際の画面なんで画面外になっちゃうんですね。で、一部画面の端っこにここに出したいっていう時は x を8、y を16にしてあげるとぴったりここから出るっていう風になってます。なのでここのオフセット値を考慮して、ラインと比べてあげなきゃいけない。実際に書くべき場所っていうのはこのラインなんで、ラインが0っていうのはここなの、ここのことを言うんで、ラインが0なんだけど SX 的 SXSY か、スプライトの XY 的には、8、16っていうのがここに、8と16ね、 8x8y16 が、ここに当たるので、その計算を仕上げなきゃいけないんですけど、もう混乱してきてます。だから、引くライン、ty は sy 引く、違う、ラインから sy を引いたものが ty になるはずなんですね。タイル y か。あ、そうだよね。ty は sy からラインを引いたものになるはず。で、%8 か。%8したものになるのかな。sy がラインをアズ i30 にすればいいのかな。はい。そしたらこれ ty はいけんじゃないか。いけんのか。やれんのか。ty は as u size。なんでここで ty が sy マイナスしてるから、もしも ty が0以下だったら、コンティニューしちゃっていいんじゃない。ね。いいと思う。どう。どうかな。まあ二重ループが一重ループになるだけで相当変わると思うんで。あらー。あらららー。あれー。ダメでした。ty が0以下だったらもうここで u サイズにはできないから変えていいと思うんだけど、どういうことだ。sy は引くでしょ、ラインでしょ、あれ。ね、あらあらあれ、なんで、ちょっと待ってくれよ。ライン y だよ、 y でしょ、ちょっと毎回動くんだよ。ラインは1ずつ足さるから増えてくよね。大丈夫じゃないんだ。まあ大丈夫じゃなかったな。なんで ty、 あ、 ty 足してる、なんでだ。っていう感じでね、あの難しいんです。難しい、この手の計算がめちゃくちゃ苦手なんで、
まあ、次回にしますか。まあ、こういうね、おそらくこんな感じで、フォーム1回ループで書くか書かないか決めれるはずなので、TX もだから TX も横に行くだけだから、この前段でこのスプライトって書くの書かないのっていうのはここで決められるはずなんですよ。ちょっとここでスプライトを書くか書かないかを決められるはずということで、ここでだから早期コンティニューして次のスプライトっていうふうにできるはずなんですね、書かないやつは。だから書くか書かないかを決められるはずなんで、ここで決めちゃってで書くってなったら、もうこの処理でいいのかな、まあ、この辺の処理だと思うんだけど、多分 dy が書く位置が必ずラインにならなきゃいけないから、これね、ここが絶対にラインにならなきゃいけないから、y イコールラインにならないといけないはずなんで、必ずね、今 y イコールラインになってないはずなんで、これね、 y はだからこのフリップの計算とかを手前でやる必要があるのかな、多分フリップ y のフリップね、フリップ y の計算は多分ここでやるというのが必要で、そしたらタイルの y は実際に書くべきラインとは別になるはずなんで、まあなんかその辺の計算がいいはずなんだけど、ちょっと混乱が生じておりますので、よくよく理解した上で次回やろうと思います。まあその後に、前後関係、あとは 8×16 モードって別のスプライト描画モードがあるんで、まあその話をしようかなと思います。ということで、今回は以上、時間を楽しみにチャンネル登録、高評価お願いします。では。